こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は徳川四天王って知ってるか？ええ、徳川家康が天下を取るために活躍した4人の武将よね。おお、すごいじゃないか。名前も知ってるのか？もちろんよ。まず1人目は、山田権左衛門。酒井忠次、本田忠勝、榊原康政、井伊直政の4人だぜ。おい、今回はその4人の子孫たちがどうなったか、幕末動乱期の動きを中心に説明していくぜ。ゆっくりしていってね。まずは四天王筆頭とされる酒井忠次の子孫からだ。家康の関東へ行く時には忠次は隠居し、この家継の代に移っていたが、他の四天王家には10万石以上を与えられたにもかかわらず、この家継に与えられたのはたった3万石だったんだぜ。何か意味ありげね。3万石しか与えられなかった理由として言われていたのが、築山殿事件だ。築山殿事件で家康の嫡男信康が切腹したことは知ってるよな。確か奥さんの五徳姫が父織田信長に手紙を書いて。ああ、その事件だ。信長の元へ赴いた忠次が、信康のことをかばうことができなかったことで、忠次の子家継を冷遇したという話だ。家康は忠次を恨んでいたってこと？いや、それはわからない。そもそも築山殿事件自体に謎が多く、家継のことも別の理由があったのかもしれない。ただ、家継に他の四天王家並みの10万石を与えられたのは、家康が死んだ後の元和2年なんだぜ。うわぁ、それでその後は？酒井家にはその後も家業があり、最終的にはでは庄内14万石の藩主として落ち着いている。途中老中も輩出しながら幕末まで続くんだぜ。そのまま明治時代へ号。まあ待ってくれ、そろそろ本題の幕末の話をしようか。庄内藩は幕府から江戸市中警護の任務を与えられている。かっこいい。ただ、簡単な任務じゃなかったんだぜ。ほう、なぜじゃ。武力倒幕を画策する薩摩藩が幕府を挑発するためにだな。江戸の中で強盗や放火なんかを繰り返したんだ。ひえー、そこで庄内藩が中心となり、薩摩藩邸や清地を実行しているんだぜ。ウエス、戊辰戦争では会津藩と共に奥羽越列藩同盟の中心となって、新政府軍と戦っているんだが、前線連敗の同盟諸藩の中で庄内藩だけは、前線連勝だったんだ。やるじゃん、庄内藩。まあ他の同盟諸藩が降伏したため最後は庄内藩も降伏しているがな。薩摩藩邸を焼き討ちしたり、新政府軍相手に連戦連勝したり、幕府側として活躍してしまった分降伏した後はどうなっちゃったの？そこは庄内藩自身も心配していたようだが、会津藩なんかに比べると軽い天風で済み、さらに庄内領民の嘆願もあってだな。最終的には庄内藩として存続しているんだぜ。ついでに言うと後に酒井家は白尺となっている。幕末も徳川四天王筆頭にふさわしい活躍だったのね。次は本田忠勝の子孫についてだぜ。うえ、忠勝の子忠政は、家康の嫡男信康の娘である熊姫を妻とし、孫の忠時は2代将軍秀忠の娘善姫を妻としているんだぜ。じゃあ本田忠勝の子も孫も家康の孫娘と結婚しているってことね。そういうことだぜ。ちなみに孫の忠時と結婚した千姫は、豊臣秀頼の妻だった、あの有名な千姫で、再婚だったんだぜ。ほうほう。ついでに言うと忠時は相当なイケメンだったと言われる。国高も天封しながら15万石を与えられるようになったんだぜ。本田家はとっても順調だったわけね。ただ、途中無視改易の危機もあったが、そこは本田忠勝の子孫ということで、他の大名ならば改易でもおかしくないところ5万石での存続を許されている。忠勝の功績が働いたわけね。明和6年に徳川家にとって重要な岡垣5万石の藩主となった後は、そのまま岡垣藩主として続き幕末を迎えている。幕末はどうだったの？藩主を本田忠民が京都諸子大や老中など幕府の要職を務めていたため、藩内では佐幕派と尊王派に分かれたようだが、戊辰戦争では新政府に恭順し、明治になって本田家は子爵になっている。オッケー、次。
次は井伊直政の子孫だ。知ってるわ。あの有名な大老がいるよね。そうだな。井伊直政の子孫としては大老井伊直弼が有名だな。ただ、井伊弼は江戸時代を通じて彦根35万石の藩主へ務め、譜代筆頭として、直弼だけでなく何人もの大老を輩出している。ウィス、直弼だけじゃなかったんだね。じゃあ幕末の話になるが、直弼が安政の大獄を行った結果、桜田門外の変で暗殺されたのは知ってるよな。はい。この後、彦根藩は幕政の混乱の責任を取らされて、10万石の減封処分を受けてしまうんだぜ。踏んだり蹴ったりね。第二次長州征討では後で話す榊原家の高田藩と共に、芸州口で名誉ある戦法を任せられたんだ。やっぱり普代の重鎮として戦法になったわけね。ところが両藩とも軍の様式化が遅れていて、昔ながらの旧装備が中心だったんだ。彦根藩は伝統ある赤具足も着用していたと言われる。相手は新式銃で西洋式訓練を積んだ長州軍よね。嫌な予感しかしないわ。井伊家の彦根藩兵と榊原家の高田藩兵は伝統ある旧装備で、勇ましく進軍したんだ。しかも毛利家の師範である吉川家が標準するとの噂を聞いて油断もしていたようだ。まず榊原家の高田藩軍だが、千人にも満たない決死の長州軍に山上から攻撃を受け、大混乱に陥り敗走している。あちゃあ、それで井伊家の赤具足軍は川を渡る途中に奇襲を受けてこちらも大混乱に陥り敗走している。特に目立つ赤具足は敵から格好の的になったようで、具足を脱いで装備も放棄して逃げ去ったと言われているぜ。やっぱりね。でも長州軍相手じゃしょうがなかったのかな。いや、両藩が敗走した後を受け継いだ奇襲軍なんかは、長州軍と互角に戦っているからな。彦根藩と高田藩が特に、四天王家の面目丸つぶれだったわけね。まあ彦根藩は幕府から冷遇され士気も低かったのが災いしたな。戊辰戦争でも早々に幕府に見切りをつけ新政府軍に組みしている。そのまま明治維新を迎え池は後に発射となっているな。あと一つは山田権座。最後は榊原康政の子孫だ。康政の子孫は転封しながら15万石を擁して、寛宝元年に越後高田15万石の藩主となり、そのまま幕末を迎えている。そしてさっきも話した通り、第二次長州征討では、大敗北を喫して戦争の面目を失っているな。どんまい。戊辰戦争では新政府に標準の意を示すも、吉野部の斜面を要望したり旧幕府軍の通行を許すなど、曖昧な態度をとっていたんだが、新政府軍が近づくとようやく参加を決断し、その後は新政府軍の戦法として東北各地を転戦している。大変だったみたいね。ちなみに脱藩して旧幕府軍に加わった藩士たちもいるんだぜ。あとは山田権。今日の話はこれでおしまい。最後までありがとうございました。